これが2023年9月現在の状況です。子どもプロダクションチャンネルでございます。ここら辺ターンテーブル周りは特に変更ないんですが、一応おさらいしておきます。まずはモーター、こちらガラード301、イギリスのアイドラードライブ式のターンテーブルです。前に出てくる音とデザインがとても気に入って使用しています。アームはオルトフォンのものを2本立ててまして、こちらステレオの方 RMG212 のオリジナルです。これちょっと難ありで上と下がっちゃってるんですよ。カードリッジは SPUG トランスないタイプで、シリアル番号が30万台の初期型のものを使用しております。オルトフォンらしいこう線の太い音っていうんですかね、そういう感じがとても気に入って使ってます。あと音の消え方、なんて言うんでしょう、余韻の美しさもとても気に入っています。こちらはハーマン機のものや現行の SPU シナジーなんかもいろいろ試しましたが、この初期のモデルが、最も好みで使い続けています。こちらモノラルの方はアームが同じくオルトフォンの RF297、 80年代復刻のものにフォノフィルム時代のカードリッジ A25HMV エクシェルタイプを使用しています。レンジが少し狭い分、ゴリッとした力強いサウンドが楽しめると思います。ターンテーブルシートの方はアコースティックリバイブ RTS30、 こちら使用しております。これ使うようになってから音のにじみが軽減されたと感じております。山本音響光源ディスクスタビライザー RS1 380g です。あとはユキメの高性能除電ブラシ、レコード盤の帯電を取り除きます。これでサササッと、ここ触んなきゃダメなんですよね、この金属の部分触りながら。あとは針先をチェックするルーペだとか、あとブラシですかね、これシェーバーのブラシなんですが、利用して使っております。あとはレコードの穴広げる金属の棒などなどです。あっちの奥に見えるのはマイナスイオン発生装置で、レコード針が盤をトレースした時に発生する摩擦による静電気を中和する目的で置いております。ここは以前使用してたアームのネジ穴なんですが、そのままにしとくとかっこ悪いんで、クリスタルビーズやシャンデリアのパーツとかね、埋め込んで穴埋めしています。あとターンテーブルの手元を照らすための照明器具ですね。このように音響機器の近くで使う電球は LED ではなくて白熱器を使用しています。器具によってはジーっていうノイズ拾いますからね、電気食っちゃいますが、無難に白熱器が良いと思います。こちらはターンテーブルのホコリを払う羽ぼうき、ターンテーブル以外の機器、全てにこれ使ってます。カー用品店で500円ぐらいで入手できます。続きまして MC トランスはステレオ側がヨルゲン JS No.41番、初期型の赤いドットがついているものです。音の陰影、あと躍動感、艶やかさなんかも抜群だと思います。個人的にはこれ以外には考えられないというようなトランスになっております。モノラルの方も同じくヨルゲンで JS No.251、 こちらも初期型の赤いドットがついているタイプです。モノラルでスタンダードなNo.384に比べてどっちかというとこう甘めなんですが、向こうの方すごく勢いあるんですよね。こう鮮度もこう上なんですが、こちらの方はね、どちらかというとこうレイヤーが気持ちよく感じ取れる感じなので、私はこちらを愛用しております。384も所有してたんですが、一時、そちらの方は手放しました。好みですよね。でこちらプリアンプまでのケーブルはすべてノイマンのマイクケーブルを使用しております。特別こだわりはなく使用している感じです。続きましてプリアンプ部、以前ご紹介しましたマランツ7から
マッキントッシュの C29 に戻しました、というか別の個体のものを新たに買い直した感じですね。でこちら C29 に戻した理由っていうのは低温の感じです。低温、どことなくあのマラン7の低温が物足りなく感じたというか、まあマッキントッシュからの移行だったんでそう感じたのかもしれません。マラン7の低温の方がまあナチュラルというか、まあ、自然な低温のなり方はしてるんだけど、私はねちょっとこのマッキントッシュの特有の弾むような低温が好きだったんですよね。でこちらに戻したというのと、あとこれ一番の理由なんですが、私はよくこれレコードデータ化するものですから、タスカムの録音機器をプリに接続します。で実際に聞きながら、まあ、録音する際パワーアンプ側と録音側、このタスカムの、ね、レコーダーと2系統のアウトを同時に撮るんですよ。そうすると極端に音が痩せちゃって録音した音がめっちゃスカスカになってしまうんですよね。こちらあのね繋いでるタスカムのレコーダーなんですよ。これ繋いでない時はあのスピーカーから出る音もモリモリなんですけど、これをね接続した途端に多分エネルギー減っちゃうんでしょうね。めっちゃスカスカな音になっちゃったんで、そういう使い方がマラン7の場合は向いてないっていう判断でしたね。でこちらに戻した感じです。こっちは問題ないです。でその部分に関してはそのマラン7の問題なのかなと思って別のマラン7と一応2台試してみたんですよ。でもね結果は2台とも同じでした。まあそういう使い方に向かないんでしょうね。まあ昔のプリアアンプですからね。それでマッキントッシュこちら C29 に戻したという経緯になります。こちらのプリアンプからパワーアンプまでのラインケーブルはベルデン8412です。 DTM 時代にサンプラーなどで使用してたケーブルを流用しています。でラインケーブルの途中にはオーグラインのラインコンディショナーを挟んでます。ノイズ対策です。でパワーアンプはこちら、現在使用しているパワーアンプはマッキントッシュ MC300 になります。以前使用してたあのファーストワット J2 は、すごくシルキーで綺麗な音を鳴らすアンプだったんだけど、まあ、永久だったんでね筐体があまりに熱かったんですよ。もう触れないぐらい、あまり気持ち的によろしくなかったんでこちらに交換しました。音は良かったんですけどね、熱すぎでしたね。 MC300 に関してはマッキントッシュ的ななんていうんですかね、あの濃いめの音なんで、まあ、好みというかなんですが、すごく気に入ってるっていうよりは、まあ、求める音の、まあ、範疇かなっていう感覚で今のところ使ってます。本当はあのなんていうんですかね、真空管か、真空管のアンプにしたいんですよ、パワーアンプは本当は。だから長らくあの MC275 とかね、あの気になってます。まあ、いずれそっちの方に移行できたらなって思ってます。今のところこちらを使っております。まあ、状態のいい綺麗なやつが欲しいんですよね、できれば。なかなか価格と何て言うんでしょう、状態とこうマッチしたのがなくて探してる最中です。こちら載せてる台は、祖父が使ってた5番ですね、これ5番です。そして現在使用しているスピーカーです。アルテック 848A フラメンコ、こちら16オームのものを使用しております。低域の方は38センチのウーハー、416 16オーム 16Z かを、あの後ろのキャップないタイプですね、銀色のやつ、キャップあるのは 16A になるんですかね、あと広域の方はドライバー 806A でホーンが 811B を、まあ、合わせたホーン型ユニットを搭載しています。クロスオーバーは 800Hz になります。もともとは私Artec の A7 の音が好きなんで、傾向としてはまあ、かなり好みで満足しております。でフラメンコの上にはフォステックスのスーパーツイッター T500A Mark III を合わせて使用しています。こ
こちら安価なボリュームなどは使用せずにコンデンサ1個でつなげてあります。容量は 0.22 マイクロファラド、ハイパスポイントは 90kHz で、メーカーはムンドルフのものを使用しております。こちらのスーパーツイーターはほんと小さな音でシンシン鳴ってるだけなんですが、レコードの空気感全然変わりますから、手放せないアイテムになっております。これ効き目というか効果の方は、現代の録音だけではなく、ジャズのオリジナル版など古いソース、あとレコードでもデータでも CD でも、問わず効果を確認しております。スーパーツイーターの設置のコツは、キンキン鳴らしすぎないことだと思います。ツイーターの存在が明らかでないぐらいがベストだと思います。もしくはメインスピーカーに広域を調節できる機能がある場合は、スーパーツイーター側に少し広域を受け持たせて、メインスピーカーの広域を少しこう下げて調節してみてもいいと思います。どっちもトライしてみて、フィーリングが好みの方を採用すればいいと思います。位相の合わせ方、これセンターなんですが、上から覗いた状態で、メインスピーカーの、ツイーターもしくはドライバーとスーパーツイーターのボイスコイルの位置を同じにするんですが、基本的には耳で合わせる場合はスーパーツイーターをね、こう前に持ってきたり、前後させて、移動させて一番静かに感じる部分ポイント、そこが正解です。ざわざわ感が薄れるところって感じですかね。おそらく前の方とここら辺に持ってきた時と、後方に持ってった時にその静かになるポイントがあると思いますが、できれば後方の波に合わせた方がマストだと思います。もし後方にそういうポイントらしき場所が見つからない場合は、前方にこう持ってきて静かになる部分、次の波で合わせてみてください。スピーカーケーブルの方は親出さんから購入した 4N 純銀単線 1.6mm のものを使用しております。あとこちらのスピーカーケーブルの方にも、先ほど紹介したオーグラインのラインコンディショナーありましたよね。あの箱の中に入っている素子、ターミネーター素子を単品で購入してつないであります。プリとパワーの間に1箇所、パワーアンプとメインスピーカーの間に1箇所設置しているイメージです。続きまして電源の方は、家のメインの分電盤のできるだけ上流の方から引いたテンパール製のオーディオ専用に設けたブレーカー、こちらの方から、アイソテックのエボ3シグマス、これクリーン電源なんですが、これに入りまして各機器に供給されています。このクリーン電源系はもともと野口トランスから CSE とか、あと泉電機など試しましたが、現在このアイソテックが一番調子いいなってことで使用しております。音の輪郭がはっきりするんですよね。残響音の細部までよく見える感じで、サウンドステージもこう広がったように感じるんですよ。簡単に言うと、整えられたステージの上で役者の存在感が増すって感じですよね。クリーン電源系、コンディショナー系は、いつも賛否あるんですが、私はこちら気に入って使用しております。あとこちらホームセンターから買ってきた手すり用の多毛材で製作したディフューザーと、ウッドビーズ、蕎麦屋さんとかで使ってるウッドビーズの玉すだれっていうんですかね、これらは現在このような配置で使用しております。プラス木の響きをこう付加するために置いてあるバイオリンも使っています。こちら床の方には羊毛でできたカーペットを敷いてまして、少し床吸音している状況です。でも最近カーペット1枚減らしてみたんですよね。少し響かせる方向に寄せてみたらどうかなと思って今実験中です。響きのコントロールですね。あとこちら大切なバキューム式のレコードクリーナー、アイコールクリーンメイト
IQ1100A です。私のオーディオ再生の基本はほとんどが中古レコードになりますんで、まずはクリーニングから始まるんですよね。以前は基地に道具一式持ってって、その都度クリーニングしてましたが、現在は部屋でもできるようになってとても時間の短縮になっております。効果も素晴らしいですからね。こちらお気に入りです。まあそんなところですかね。あと少し余談になりますが、私のシステムで最も音に影響している箇所を挙げると、まあ、1番目は、まあ、レコードの盤、良質なプレスの盤を入手することというのはまあ当たり前なんですが、2番目はカードリッジだと思います。こちら、まあ、オルトフォンの SPU、まあ、A25、 線が太く濃いサウンドでありながら音の消え際の余韻まで美しく表現されるんですよね。これらに躍動感と艶を与えるヨルゲン製の MC トランス、この組み合わせはマジで最高だと思います。おおむね音の方向性はここで決まっているように感じております。続きまして3番目、3番目はこちらのクリーン電源だと思います。 CSE のものも効き目すごく、ね、明らかでしたし、こちらのアイソテックのもの、これはね非常にいいと思います。スピーカーの向こう側の世界とこっちの部屋のなんていうんですかね、空気感がこうつながる感じがこれ得られるんですよね。もちろんトーンアームを変えてから歪みっぽいレコードが歪まなくなったりとか、プリアンプやパワーアンプ等々あるんですが、まあ、劇的に音質向上したなと私が感じた箇所は以上3点かなという感じです。まあスピーカーに関しては別の話なんでここでは省きます。ちなみに私は30センチ以上の、まあ、軽く動くスピーカーが大好きです。というわけで2023年9月現在の文化振興室の状況でした。また面白いことあれば動画にしていきます。チャンネル登録等々引き続きよろしくお願いいたします。動画の方最後までご視聴ありがとうございました。それではまた後ほど、さようなら。